いただいておりますけれども、そもそも来られたのはどういう目的ですか、なぜですか。日本語の勉強、日本語の勉強と、ね、すごい上手、上手ですね、違います、まだです。そう、たくさん勉強しましたですけど、私の日本語はあまりうまくありません。そうですか。特に最近の日本、どういうふうに思いますか。そうですね、アメリカで日本は一番大切な国ですからね。それから、説明、アスクウィークやりましたね、阪神大震災、阪神大震と円高、円高、そう、東京でサレンでしょ、阪神で今日、そうですね、怖い、そう、時間がちょっとなくなりました。どうもありがとうございました。どうも、それでは今週はこの辺で、また来週お目にかかりましょう。ごきげんよう、さよなら、またね。この放送は JA 共